サブチャンネルです。実家川越に帰ってきております。またかよ。今日はですね、私たちはフォンスと妹とお父さんとお母さんと一緒にまた小江戸の川越に行きたいと思います。またかよ。皆さん、私が iPhone 11 Pro になってからサブチャンネルの更新率がとんでもないということにお気づきでしょうか。嬉しいと思ってくれている人がいっぱいいるみたいで、すごく私も良かったなと思うんですけどね。まあ今日はね、小江戸に行って、ちょっと昨日も一日中部屋の中にいて、ポンスもストレス溜まってると思うので、ちょっとね、古き良き街並みを見ながら、ポンスも好きな和菓子を食べに行きたいと思います。楽しみなんだよね、ポンス。というわけで、次のカットで現地に飛びたいと思います。せーの、ゴー、ドン。はい、というわけで小江戸川越の町に着きました。相変わらず電線がありません。この電線がないってさ、すごくない？なんか電柱とか電線とかがないってさ、すごいね、いいと思うんだ私。あ、それでは今キング&プリンス恋煩いにハマっているポンさんで、キング&プリンス恋煩いです、どうぞ。これは運命的な恋煩い、君と7回パンティー、素直のにならラビー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 。上手。ポンさん、今日は何が食べたいですか？飴。飴だそうです。ちなみにママはお餅とお団子と芋恋が食べたいです。それでは行こう。飴。飴。はい、こちら私の大好きな味噌ポテトとこの黄金団子が置いてあるお店なんですけど、マジここ超美味しいの。ここ最高なんです。妹がね、味噌ポテトおばさんなので買ってきてください。え、これも？あ、そうなの、こっちが良かったの。じゃあ味噌ポテトと黄金団子1本ずつお願いします。はい、今ですね、この菓子屋横丁に来たのでアイスを買いました。ポンスがね、ちょっとね、お腹空いちゃったみたいなので大変だったから、他のところのやつ取るの忘れちゃったんですけど、とりあえずアイスをいただきたいと思います。うまっ。おいしい。うーん、おいしい。みんなさ、芋のおいしさわかる？みんな芋を侮ってると思うよ。あのね、川越で育ったからかわかんないけど、芋料理とか芋の味付けのものとか、なんかあのタピオカミルクティーもさ、あの芋味とかもあるじゃん。東京の人はね、みんなね、芋の味を頼まないの。でも私は絶対芋を頼むんだけど、本当においしいよ。マジおいしい。やばー、おいしい、おいしい、本当においしい。これなんでどこだろう。芋けんぴ工房直売店って書いてある。うもんみたいな。うもんって書いてある。うもんかな、まあ、うもんで行きましょう。多分うもん。右にもん。うん、マジで美味しいです。ポンさんね、今ね、浜こんにゃくを食べてます。見てみましょう。ポンさん、浜こんにゃくの味はいかがですか？美味しい。さっき超泣いてたのね。今日はバーバもヒロもジージもママもいるから、もうわがまま言い放題って感じなんだよね。ママと二人の時はこんなね、なんかね、イエーデーとかね、イエーとか言わないんだよ。
ホースも昨日一日ねずっとお家にいたからわがまま言っていいやって思ってんの。うまい、いいな、美味しそう。ママでもちょうだい。いいよくれんの。あとね、うん、食べたい。いい、あ、ありがとう。おいしい、おいしい、ありがとう。じゃあこれ幼児庫の中に入れて。はい、アイスどうぞ。ありがとうありがとう、ちゃんと言えて偉い。そこ食べるの、これ作ってアイスと一緒に食べてもらう。そうそうそう、上手。一個取って、うん、お、いいじゃん、食べ方上手。あ、もういいの？それはやっぱさすがに無理でした。お味の方どうですか？美味しいですか？え？これ いくよ、うん。これ何味？これ。これとこれがブド。これ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 ブド。次何食べようかな。今いろいろポースがぐちゃぐちゃやってる間に、ね、味噌ポテト、黄金団子、芋恋、アイスクリーム。いや、いいよ、喋っていいよ、カットできるから。コロッケ、あ、コロッケ。やっぱね、でも行くとこ結構ね同じになっちゃうから毎回。今日はちょっと違うところを行ってみたいなっていう気持ちでいます。うん、うん、どうしようね。はーい、はーい、じゃあまたね。はーい、ここでしょ、ここでしょ。あー、終わっちゃった、終わっちゃった。こちらの玉こんにゃく、玉こんにゃく屋さんじゃないんだけど、玉こんにゃくがめっちゃ美味しいところに来ました。さっきポンスがね全部食べちゃって、妹が本当あれ買いたくて食べたくて買ったのにポンスに全部取られちゃったから、玉こんにゃくをいっぱい8個で、こうやってねお鍋で作ってるんですよ、ね、美味しそう。ガリガリガリって出てくるかな。はい、あ、出てきた、出てきた、出てきた、ほら出てきた。トントントンって、こうやってトントン、そう、こうやってさ、ここに出してくる。そう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 、トントントン。取れちゃった。ところに意味があるんだよね。そうなんだよね。はい、あ、もうちょっと、ちょっと食べるか。いけ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 、頑張れ頑張れ。よいしょ、出てきた。あー、出てきた、出てきた、イエーイやった、消しゴム。ダメだよ、消しゴムだ、これ飴じゃないからね。すいません、あのポンさん、それ消しゴムって最初事前に説明したと思うんですけれども、食べ物じゃないよって言ったんですけどね、それでもいいって言ったんですよ。通じてるか通じないか分かんないんですけど、納得しないからね、食べてみて初めて、うん、そう、納得した、納得するというポンスくんでした。はい、はや、ほほはい、なんと、ですね、私がずっとずっと来たかった小江戸川越にある焼きカレー屋さんに運よくたどり着き、今ねこのお店に入ってきたんですけど、食べたいと思います。じゃーん。結構前にねテレビで、あ、できたの知ったんですけど、つい最近も王様のブランチでね紹介されたみたいですよ。なんか焼きカレーを持ち帰り食べ歩きできるやつみたいなやつらしくて、すいませんね、顔面近くて申し訳ないんですけど、ちょっとあんまり大きい声が出せないのでどんどん近くなりますね。というわけで食べていきたいと思います。
ひき肉系なんですよね、カレーがね。あ、水いただきます。うまい、これ。うまい。ねスプーンは、めっちゃうまい。スプーンは、スプーンないじゃん。あれ、ちっちゃいスプーンは、あそこに隠れてるよ、自分の際に。あったじゃん。辛みなしってやつにした。甘口にした。熱いかもしれない。うまい。暖房じゃない。ある程度いけるか。うん、肉食べる。肉。うん、あ、ここにあと、あの後からスリッとくるね。あ、そう。うん。スリッとくるね。うん。だな。全然うまい。全然辛い。全然うまい。うまい。全然辛くない。うん、よかったね、念願の食べられて。うーん、おいしい。うまい。念願。ん？なんかね、ひき肉がいっぱい入っててすごいおいしい。あ、ほんと。なんか半熟卵とチーズだよね。うん、もう一回取って、これ。あ、まあ、辛みなしにしたの。どうこれ。ありがとうございます。今取ってくる。ポンさんね。ポンさんはね、野菜がすごく好きなんですよ。うん、ね。じゃあ完食しましょう。